吉原遊郭。それは江戸時代の男性たち憧れの場所でした。華やかで全国から美しい遊女ばかりが集められ、多くの男性を魅了したというイメージがあるのではないでしょうか。鬼滅の刃でも遊郭編として取り上げられていましたね。花魁や太夫など、最高級遊女はよく知られていますが、一方で最下級の遊女も存在していました。とはいえ、一般庶民の男性は到底高級遊女と遊べるほどのお金はなかったため、下級遊女のもとへ通うのが普通だったとされています。今回はそんな最下級の遊女について解説していきたいと思います。どうぞ最後までご覧ください。遊郭の歴史。日本において色を売る遊女は古くから存在し、遊女の語自体は奈良時代に編纂された万葉集にも見られる言葉です。はっきりとした遊女の起源は分かっていませんが、神に仕える巫女から派生したとされる説や、朝鮮半島から渡来したという説など諸説あるとされています。鎌倉時代には、街道沿いに宿屋が増加し、遊女が集まった影響から様々な問題が起こり、源頼朝によって遊女を取り締まる役職ができました。その後も形を変えて取り締まりをくぐり抜けてきた遊女たちですが、1585年には大阪、辻で京都に豪商を集めた遊郭が作られました。実は豊臣秀吉が始めたと言われています。遊郭が作られた理由として、一つは治安や風俗の取り締まりのため、もう一つは税金を徴収しやすくするためだったと言われています。また、出入りを管理することで、一般市民社会とは異なる性質を持つ場所、とする意図もありました。この政策は徳川幕府にも引き継がれ、全国に約20カ所の幕府公認遊郭を指定し、遊女や店を取り締まる規制を整えました。有名な三大遊郭は、吉原遊郭、島原遊郭、新町遊郭、とされており、中でも1617年にできた吉原遊郭は日本一の花町と呼ばれ、遊女が約1000人いたと言われています。遊郭とは、遊郭の多くが市街の外れに置かれ、周りには溝が掘られるなど、遊女の外出や逃亡を防ぐためのかなり厳しい対策が取られていました。花魁や遊女たちは、農村などお金のない家庭から売られてくるものがほとんどでした。売られてきた時の身代金はそのまま遊女たちの借金になりました。また、借金の利子はかなり高額で、どれだけ働いても借金が減らない。そのため、どれだけ人気な花魁で売れていても、年季が明ける前に借金を返し終わることはないとされていました。遊郭はとにかくお金がかかる場所で、遊女が往来に面した店先に居並び、格子の内側から自分の姿を見せて客を待つ、張り店を見て歩くだけの冷やかしも多かったとか、吉原に足を運んだからといって、必ずしも客になるわけではなかったのです。数百いる遊女の中でも花魁になれるのは一握りで、花魁となった遊女は、城が傾くほどお金がかかる、と例えられるほど、権力を持っていたとされています。男を相手に商売をする遊女には、江戸吉原や各地にあった幕府非公認である、岡場所、と言われる、女郎屋に属するプロの遊女と、色茶屋などで男を相手に商売をしたり、夜道で男を誘う豊かなどのセミプロに加え、個人でひっそりと売春をする素人など、様々なタイプがいました。切り店の鉄砲女郎。遊女の年季は27歳くらいが一般的だったと言われ、その年齢になるまでの期間によって、最初の身売りの金額が決められていたので、年季が明けても借金が残っている場合はより低級なところに売られます。多くは借金が減らずに抜け出せないようになっていたのです。吉原や岡場所などに設置された女郎屋で働くプロの遊女といえど、すべての遊女が花魁のような、華やかな環境で仕事をしていたわけではありません。遊女にははっきりとした階級が存在しており、その階級の最下級の女郎は、鉄砲女郎と呼ばれていました。
岡場所は江戸市中に40から50箇所くらいあったとされており、吉原は江戸市中からは偏僻な地にあったのに対し、岡場所は市中に散在していたため格段に便利だったんです。一般的に岡場所の女郎屋は2階建てでしたが、最低水準の女郎屋を切り見せといい、平屋の長屋でした。一つ一つの部屋は戸を開けると小さな土間があり、土間を上がると畳2枚を敷いただけのものでした。遊女はそこで寝起きし、また客を迎え入れ相手をしました。その狭い路地は男たちで混雑するというありさまで、お気に入りの女の部屋の前で順番待ちなどしようとすると、番人が出てきて、立ち止まっていないで一回りしてからまた来なせえと追い立てていたそうです。病気になったり年老いたりした遊女が切り見せには集まっていました。切り見せでは年齢制限はなく、所属する遊女の大半は中小の遊女屋に勤めていたのが売れなくなって転落した30歳以上の遊女です。なお切り見せ女郎の中には、足抜けを企てた遊女、摘発された師匠もいました。越王女郎の値段は、当時吉原などの遊郭の花魁に相手をしてもらうには、人気の花魁だと数十万を出さなければなりませんでした。最高級の遊女が在籍するのが大店。大店で花魁と遊ぶには、案内所である引き手茶屋を通して宴会の準備をしなくてはならず、ただでさえ高額な花魁の上げ代にこれらの料金もプラスされ、莫大な出資となりました。しかもお目当ての花魁を見つけたら、初めて登楼する初回、二度目の裏、三度目の馴染みという手順を踏まなければならず、その度にお金を落とさなくてはいけなかったのです。次に中見世、小見世、切り見世という順番で定休になっていきます。見分けのポイントは、店の正面や店の上がり口にあった間垣と呼ばれる格子です。店の格が低いほど格子の面積が少なくて客から遊女が見やすく、店の格が上がれば上がるほど遊女の姿が簡単には見られないようになっていたわけです。鉄砲女郎の上げ代の相場は場所や時代によって違いましたが、1回10分から15分で1000円から2000円程度で変動していました。一般庶民は吉原へ行っても冷やかしくらいしかできず、花魁と遊ぶなんてことはまずできなかったので、そういった男たちはもっぱら岡場所の鉄砲女郎が働く切り見世を利用していたんですね。鉄砲女郎と呼ばれた理由とは、鉄砲女郎が働く切り見世には需要があったわけですが、ただ上げ代が安い分、鉄砲女郎は多くの男性の相手をしなければ十分な報酬はもらえませんでした。そのため多くの相手と関係を持つことで、さまざまな病気に感染してしまう恐れと常に隣り合わせだったのです。そういったリスクは鉄砲女郎を買う男性客側にも同様にありました。病気に感染した女郎に当たる可能性がある、病気に当たる可能性があるというところから、鉄砲女郎と呼ばれるようになりました。まともな避妊具のなかった江戸時代、一般人の約 50% は性病にかかっていました。日本に来た西洋人医師たちは、どうしてこんなに罹患者が多いのだろう、と驚いたと言います。このような時代でしたので、毎晩性行為をしていた吉原の遊女たちは、ほぼ 100% 梅毒や淋病にかかっていました。特に多かったのが梅毒でした。梅毒は抜け毛や性器の異常などの初期症状から、一定期間の潜伏期間を経て皮膚や筋肉にゴムのような腫瘍ができ、やがて臓器や骨や脳を蝕み死亡します。現代では潜伏期間前に治療されてしまうので、死亡することは非常に稀です。梅毒は一般的な病気に比べて進行も遅く潜伏期間が長いので、潜伏期間に入って、もう治った、と勘違いされていたのでしょう。吉原では梅毒は一度かかると二度とかからないと信じられており、梅毒になった遊女は一人前で商品価値が高い貴重な存在とされていました。しかし数年後には症状は進行し、
顔や体はひどく崩れ、精神にも異常をきたしていきました。そして性病にかかった遊女は、このような悲惨な病気の進行に耐えきれずに自殺するか、合併症で死亡することが非常に多かったといいます。遊郭文化の衰退。1787年、松平定信が老中に就任するに伴い、断行した官制の改革によって岡場所は全て取り払いになってしまいました。本来非合法なため、取り払われても抗議はできませんが、人々の不満は大きかったそうで、1793年松平定信が失脚すると、岡場所はたちまち復活し、前にも増して繁栄を謳歌したといいます。ところが1841年から老中水野忠邦が断行した天保の改革によって、またもや岡場所は徹底的に取り潰されてしまいました。そしてその2年後、水野忠邦の失脚に伴い、各地の岡場所は散発的に復活していきました。このように岡場所は政治の風向きに大きな影響を受けたのです。吉原遊郭は幕末になると岡場所に客を奪われ、江戸時代が終わっても政府公認の色町として続いたものの、明治以降は文明の発展に押されて衰退していきました。太平洋戦争後に売春防止法が成立し、1957年、340年続いたその歴史に幕が下ろされました。いかがでしたでしょうか。江戸時代の浮世絵では華やかな遊女ばかりが描かれていますが、実際には過酷な環境で働く遊女も多く存在し、一般庶民の男性からはかなり需要があったんですね。遊女たちの多くは年季が明けても普通の暮らしには戻ることはできず、吉原の呪縛から逃れられず、ただの女性に戻ることは容易ではなかったのです。それでは今回もご覧いただき、ありがとうございました。